顔ガールのミカです。みんな夏を迎える準備はできているかな。夏を先取りするならこちら、じゃじゃん、チャオデラックス7月号を要チェックですよ。表紙から夏全開でとっても可愛いです。メインを飾るのは野戸山恵子先生の大人気連載18時から僕のもののヒロインカズキちゃんです。サングラスに水鉄砲にバッチリ夏スタイルのカズキちゃん、すごく可愛いですね。全部で744ページ、オール新作27本で読み応えたっぷりの大ボリュームなチャオデラックス7月号では、大人気連載に加えて新しくスタートする新連載もあるので、みんなで一緒に詳しい情報をチェックしていきましょう。それではスタート。まずはおすすめ作品からご紹介。おすすめ作品一つ目は大反響のミステリアスラブ。表紙&関東カラーを飾ってくださった野戸山恵子先生の18時から僕のものです。亡くなったお母さんの遺産を相続したヒロインの和樹ちゃん、お金をたくさん使って寂しさを紛らわしていた彼女は幸くんという男の子と出会い、1回1万円で一緒に食事をするという関係を築くことに。今回の7月号ではそんな和樹ちゃんのもとに父親を名乗る人物が登場。なんと和樹ちゃんのお父さんは超有名なミュージシャンの指揮だと判明。果たしてこの後どんな展開が待っているのか、チャオデラックス7月号で要チェックです。和樹ちゃんのお父さんの正体はまさかの有名人だったんですね。今回も野戸山先生の描く世界観にどんどん引き込まれるストーリーになっているので、ぜひチャオっ子のみんなにも早く読んでほしいです。18時から僕のものではヒロインの和樹ちゃんのおしゃれで可愛いファッションもたくさん見ることができるので、チャオデラックス7月号をゲットしたらそちらもチェックしてみてください。続いてのおすすめ作品は禁断の恋に衝撃展開、中原安先生のこの恋が罪だとしてもです。幼い頃ちせちゃんの家の養子としてやってきた千早くん、同じお家に住んでいる2人は両思いだけど、実は双子であることが発覚してしまい、今回の7月号ではちせちゃんと千早くんが本当の双子なのか岡山のおばあちゃんの家に行って確かめることに。ママに内緒で2人きりで電車に乗るちせちゃんと千早くん、これはドキドキなシチュエーションが見れちゃいます。果たして2人は無事におばあちゃんの元へ行けるのでしょうか。チャオデラックス7月号をゲットしてぜひ続きをチェックしてみてください。思わず読み進めてしまう中原先生の大人気連載、今回もドキドキハラハラな展開から目が離せません。そしてチャオ公式漫画サイトのチャオコミでは、この恋が罪だとしてもの第1話が読めちゃいます。まだ読んでない子は要チェックですよ。さらにチャオチャンネルでは中原先生の春お嬢様恋のお時間ですのボイスコミックも公開中なので、中原先生ファンのチャオっ子はぜひこちらも見てください。続いてはチャオデラックス7月号からスタートする新連載の紹介です。今回はなんと新連載が2本も登場します。やった。そんな気になる新連載一つ目はお嬢様学校で起こる本格ミステリー、阿南真由紀先生の黒百合ミステリーです。黒百合学園という全寮制の女子校に通うヒロインのみきちゃん、そこで転校生のともえちゃんと出会うことに。同室になった2人、仲良くなろうと距離を詰めるみきちゃんだけど、ともえちゃんはなかなか心を開いてくれなくて、このあと黒百合学園で起きるさまざまなミステリーに思わず引き込まれてしまいます。ちょっぴりダークな阿南先生の新連載、ぜひチャオデラックス7月号でチェックしてみてね。そしてチャオチャンネルでは阿南先生の謎解き姫は名探偵のアニメも公開中ですよ。気になる子はぜひ見てみてください。続いての新連載は新感覚の女装メイドコメディ、小森千尋先生のメイドは恋するハチヤくんです。本作の主人公はなんとこの可愛い可愛いメイドさんなんですが、なんとこの子実はハチヤくんという男の子なんです。美しい女の子花園さんに片思いをするハチヤくんは思い切って彼女に告白、だけどあっさりと振られてしまい、その理由は
なんと花園さんには池貝くんという婚約者がいたから。池貝くんはおそらく全女子が婚約者ですって出されたら特に好きじゃなくてもまんざるでもないタイプの男。そんなイケメン相手に絶望していた蜂谷くんだけど、あることをきっかけに池貝くんのお家にメイドとして潜入することになって、だから蜂谷くんはメイドさんの格好をしていたんですね。果たして蜂谷くんは池貝くんのお家に潜入した後一体どうなってしまうのでしょうか。続きはチャオデラックス7月号でチェックしてみてください。チャオデラックス7月号のおすすめ作品と新連載の紹介をさせていただきました。その他にもチャオデラックス7月号では大注目の作品がたっぷり収録されています。大人気のときめきラブコメ、中島由香先生の天使と悪魔と私、三角関係がヒートアップ、天音愛先生のだからあなたに恋をした、ハートフルホームドラマ、岩岡めめ先生のおかえりハニー、漫画家のドリームラブ、北村優香先生の放課後君だけのヒロイン、元気な主人公の大正時代ロマンスラブ、花星みくり先生のハイカラ乙女開花宣言、ミラクルおしゃれラブ、藤田蓮美先生の内緒のリリー、ハイテンションコメディ、和尾明先生のミモザに恋して、などなど魅力たっぷり面白さたっぷりの作品がたくさん収録されています。そしてチャオデラックスでしか読めないチャオ本誌人気連載の番外編も収録されています。舞田奈緒先生の大人は分かってくれないや、川田志乃先生のハローマイベイビーが読めちゃいます。チャオ本誌の作品も読めちゃうなんてとってもお得ですね。気になる作品があった子はぜひチャオデラックス7月号をゲットしてね。5月20日頃発売のチャオデラックス7月号を紹介させていただきました。全部で744ページ、オール新作27本が収録された本当にボリュームたっぷりな満足できちゃう一冊になっているので、チャオっ子のみんなにもぜひゲットしてもらいたいです。私もこの後読み返しちゃおうと思います。チャオデラックス7月号は5月20日頃発売です。みんなぜひゲットしてね。また今回紹介した作品の中には第1話がチャオ公式漫画サイトチャオコミで読めちゃうものもあるので、気になる子は概要欄をチェックしてみてね。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。チャオガールのミカが動画をお届けしました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではバイチャオ。